にちは、両天ゆりなです。今日は渋パラが、18時からかな、大西のやつがあるので、それに参加するので、今日はね、早めに、早めにではないけど、まあ普通に早い時間に先にやっちゃおうと思って好きにやっております。昨日は本当に眠くないかなとか思ったけど、しっかり爆睡しましたね。すっかり寝てましたね。意外にもしっかり寝てましたね。今日ですか、ドボンしてましたよ、ずっと。そう、まあ渋パラね、来てください、皆さん待ってます。ぜひ待ってます。公開なんで待ってます。お待ちしております。イエーイ。いやマジ今週だぜ、あれだ、今週だぜ、あのなんだっけな、オートタクシー、ももちゃん終わった後撮影あるみたいだけど、ゆりなちゃんは何撮影って、何の撮影じゃない、何の撮影ですか。大晦日 WBC の特番メールだ。マジ見なきゃ。大晦日どうせ暇だしな。見なきゃ見なきゃ。
なんかさ、一日中暖房つけてたらマジ乾燥するね、目が。じゃあ家の中で暖房つけてたら暑いなと思うじゃん。でも暖房切ったら寒いんだよ。そう、むずい、マジでむずい。むずいの、うーんってなっちゃう。かといってさ、低い温度でさ、24度とかつけてるけどさ、なんかすごい冷風出てくんだよね、そしたら。マジでみたいな感じじゃない。マジで私さ、何が辛いかってさ、なんかこう家の中でも靴下とか履いてるんだけどさ、マジ末端冷え性すぎてさ、靴下履いても冷たいのよ、足先とか。もうほんと一番きつい。だから上暑いのに下寒みたいな、寒っていうかなんか冷たんみたいな。それがね、もうめっちゃ嫌なの。モコモコの靴下履いてる。だから家ではドボンキャラ編できましただって。お、できた、デッキのやつ、よかった。冷え性ってきついよね。なんでなんだろうね、本当に。足汗止まらなくなんだって。そんなことないけどな、うちは。うん、冷たいからね。今日楽しみです。だって嬉しい。ありがとうございます。
昨日の花の参加したメンバー半分以上強いアプローチのメンバーってな形で、それなそれな、なんかさメンバー卒業しすぎてさ、なんか握手会、この間の握手会でもそうなんだけど、いやマジでみんな卒業して寂しいよねみたいな、エイトもあんなにいたのにさみたいな、なくなっちゃったよねみたいな、そうねもう一桁になっちゃうねみたいな、そうするとさ若干さなんかもうそろそろでしょみたいな感じの絶対話なんだけど、ウケんだけどマジ、なんか人によってえもうそろそろでしょみたいな、えもうそろそろだよねみたいな、さすがにでももうあと何年もいないよねみたいな、めっちゃ言われたんだけどこの間の握手会で、なんかびっくりしたわユリナ、あえみたいな、そうなんかあ逆にねみたいな、さすがに考えてないって言ったら嘘になるけどね、えそんなねキンキンでは全く考えてないからねなんか言われすぎてて最近、なんか言われすぎてて逆に最近なんか考えるよもはや逆にね、言われすぎて逆にパターンだよ、まあ私もね、アイドルなんでいつかはやめますよもちろん、ごめんなさいやけど、その時が来たら私もやめますよもちろんね、一生いるなんてことは絶対無理ですから、ただいつやめるかっていうのは私が決めますごめんなさいけど、うんごめんなさいけどね、なんかすごい逆にね、うち何も言ってないのに逆になんか言われすぎちゃって、もう逆にねなんかうん あねーみたいな、あ逆に考えらされるよねファンの人に言われすぎて。ね、不安なんでしょうね、そらね、そらね、そらね、あ、わかるわかる、気持ちもめっちゃね、わかる、もちろんだ、そうね、もうこんだけね、同期辞めててね、いっぱい辞めたらね、うちの推しはいつ辞めてしまうんだろうってなるよね、いや、めっちゃわかるよ、その気持ち、うん、わかるわかる、わかるわかる、わかるわかる。全然もう全然その気持ちもまあ全然わかるから、いや本当にうん、ただあんまり言い過ぎない方がいいかもね、その自分の推しに対してね、わかんない、なんか本当にその推しが本当にめっちゃ考えてるかもしれないし、逆に考えてないかもしれないし、で逆にそのせいで考え出されることになるかもしれないし、でもちょっと本当怖いから、
音札しないんですかって逆に聞けばって、私は今までどっちかっていうと音札してきてるからね、みんなが。そう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 、面白いよね、こういうとこすごい面白いって思うよ、ゆうなは。うん、いやなんかマジであんだけゆりなちゃんやめないよねとかって5年前6年前に言ってたファンの人たちがうちから逆にうちから離れてったからね。うちはやめてないよ、だってほら今10年目ですからでも5、6年前に言ったファンの人たちはうちから離れてったからね、うちは知らないから本当に面白いよね、あれみたいな、言ってることが違うんだけどってね、逆にねとおさるさんの展示会行ってみたいし、おさるさんでゆりなちゃんのイラスト描いてほしいなのだゆりなちゃんイラスト皆無だからちょっとな。ただねすごい、そう展示会とかよく行ってるね最近。そうなんかやっぱり、うん、そうだね、なんかおさるさんがそのイラストレーターさんたちとコラボするようになって、なんかうちがきっかけとしてはマジでイサイマックスさんのグッズの、9人ぐらいのモデルやったじゃん、あれきっかけでイサイマックスさんのイラストがめっちゃ可愛いなって、でそっからなんかちょっとしてからさ、おさるさんとかもコラボとかするようにこうなったじゃん。でそれきっかけでね、結構いろんなその、あのコラボしてたじゃないですか、 AKB もね。でそれなんかこう見に行ったりとかもさ、結構全部してる、行ってるかな、うちそのおされさんとかのコラボのやつは、個展とかね結構全部、今回のやつもあの SNS 載せたやつもさ行ったし、結構ね行ってて、でもなんかでそのあれプラスアルファ、まあまあまあ強いて言うなれば、まあうちの事務所もね、まあ、なんならギャラリーやってますから、いろんなそのなんか実際にイラストレーターさんも所属してるし、まあ、いろんなそのねアーティスト画家さんとかの個展とかも事務所のやつとか行けるタイミングとかでもうち行ってたりするんだけど、まあなんかねそういうの相まってね、結構絵に触れる機会がすごい増えて、私絵に関しては全然皆無だし、美術とかの本当に全然あれだったんですけど、なんかすごいタイミング的にねすごいね、そういう面でもまあ勉強になりますねって感じで、ぜひ皆さんもよかったら見に行ってください、おさるさんとのチャリティアート展。ぜひぜひ、遊びに行ってください。あ、イラストに興味持ち始めた人、嬉しい、ありがとう、本当に深いよね、私も深すぎて全然わかんないもん。イエーイ、ゆりなちゃん今16位、わーよ、わーい、ドボン頑張ってますよ、私も。
頑張ってますか。ありがとうございます。セリー顔したけど、ユーナデッキにセットしてるだって。嬉しい。デッキにユーナセットしてくれてんの？ありがとうございます。嬉しいな。最近私アイラインがね、見てください、ほら羽上げ若干。あんなにさ垂れ目尻に引いてたのに、最近マジライン跳ね上がってますね。跳ね上がってるかよ、あの目の延長で引くようになってなりましたね。跳ね上げで弾くとマジでね、顔きつくなっちゃうからなとか言いながら、三ツ矢さんゴリゴリに跳ね上げなんですけど、じゃあ三ツ矢さんは三ツ矢さんだからいいんだけどさ、最近若干横ライン延長か若干跳ね上げにしてます。マイブーム。よっしゃ、そろそろ終了にだって、終了にしようかな。よし、私も準備して、渋パラみんな待ってるぜ。ねえ、じゃあね、ランキング埋めます。13位シュガーさん、12位ティーさん、11位ナッティーさん、10位 YKYK さん、9位コチーさん、8位ヤングさん。ラジオ面白そう、ポップコーン食べながら聞くね。めっちゃいいじゃん、それラジオじゃなくて映画やん。7位岡山さん、6位しんどさん、5位ゴン太郎さん、4位サームスさん、3位ヒロプロさん、2位フッカーちゃん、そして今日の第1位は雪道何新猫さん、同説です。だって、あ、同説さんだ、読み方がちゃんと書いてあったわ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。というわけでドボンも引き続き皆さん協力のほどよろしくお願いします。この後はゆなちゃん渋パラ、ぜひ会いに来てくださる方、ラジオ聞いてくださる方はぜひ聞いてください。お待ちしております。マジ何年前、1年前ぐらいに出たから超久しぶりです。イエーイ、ありがとう。じゃあみんなまたね、バイバーイ。